8月24日土曜日、中央児童センターで NPO 法人子どもパレット主催のプロ棋士澤田真吾五段による指導対局が開催され、将棋の魅力を知る多くの人が参加しました。この催しは、いなべ市子ども将棋大会の10周年を記念して、三重県鈴鹿市出身のプロ棋士澤田真吾五段を招いて行われた指導対局です。この日は澤田真吾五段が飛車角などの駒をはじめ、6枚少ない6枚落ちで同時に8人と対局しました。参加者の中には、子どもパレットが開く子ども学び教室君も将棋名人に通う生徒の姿も見られ、この日のプロ棋士との対局に備えて戦い方を学んできました。会場では駒を刺す音だけが響く中、現役のプロ棋士との対局に参加者の皆さんは貴重なひとときを過ごしていました。対局を終えた後、澤田真吾五段はどこが勝負の山場だったか駒を戻すなどして指導していました。接戦の末、プロ棋士に勝てた樋口龍馬くんは、6枚落ちだったけど勝ててよかった、帰ったらみんなに自慢したいですと話し、渡辺克也くんは、途中から攻め込まれたけどなんとか勝ててよかった、プロ棋士と対局できてとても良い経験になりましたと感想を話していました。澤田真吾五段は、将棋は頭脳の格闘技と言われています、とても楽しいので多くの人にチャレンジしていただき、長く続けてほしいですと将棋の面白さを伝えていました。また子どもたちの夢を応援している子どもパレットの関係者は、このような貴重な体験を通してこれからの生活を豊かにしていってほしいですと話し、子どもたちの成長を見守っていました。